こんばんは、平井弘明です。アドレスの正しい取り方をやっていきたいと思います。真面目だな。まずですね、アドレスの姿勢がね、やっぱね、あんまりできてない方が多くて、アドレスって平井弘明のワンナップゴルフ、こう立つでしょ、したら上半身地面と垂直なまま膝を地面につくのね、つこうとするの、こうやって、こういう風に足首から曲げていくの、こうやって、はいはいはい、で前傾を取るの、こうやって、はい、そう、こういうアドレス、これがなかなかできなくて、この時にだいたいこうなってるの。この、ここが地面と垂直になっちゃってるのね、ここはこうだから、こうこうこう稲妻になってないといけない、大きいくの字になってる人がやっぱいるのね、こうやって、そう、これも動けないから、でこうなる人ってバックスイングでこうやって引くから、こうやってなるから、バックスイング我慢できるんだよね、そう、この状態だよね、こう足首からこうやって曲げなきゃ、曲げられないのは足首が硬いから、こういうのが嫌だとかいけないと思ってる方が多くて、あ、後ろに、それこうやってやってあげればいいんだよね、前傾を通ってあげれば、そう、これができないのかな、できる、できるよね、多分できると思うんだよね、そうだよね、そう、あのここまでやれじゃないから、これぐらいは多分足首曲がると思うんだよみんなね、で前も言ったけど、なんとなく膝とつま先のこの位置をこうちょっと揃えるぐらい、まあ、ちょっと内側入るんだけど、まあ、こんなもんだよね、でイメージはここのすねと背中が平行になるぐらい、イメージはこういう感じ、このイメージだよね、そう、そうするとバックスイングでこうやって引いたりとか、そういうのがしなくなる、できなくなる、ここの角度が、こことここの角度がアドレスであると、こうやって引かなくなるからね、そう、こうやって、そうするとバックスイングでこうなんなくなってくるんだよね、こうやってやってるとこうやって回るから、そうすると捻転さができてくる、そういうアドレスの取り方ってすごい大事なんだよね、なかなかそれができなくて、こうなってるとこうやって引けちゃうから、そうするとやっぱこういろいろこうやってインサイドから入ったりとか、クラブが寝たりとかしやすいから、それが注意が必要だね、結構それだとあれなんだね、母子球にかかる感じになるね、めっちゃくちゃ母子球ね、かかと浮いてんじゃないかぐらい、まあでもスポーツだからね、そうなるんだね、そう、こういう感じよね、俺かかとちょっと浮いてるからね、あ、やっぱり、あ、アドレスで結構前にかかるよね、今ので、そう、結構前にかかる、あ、そうなんだ、そう、あのね、俺はねこういう感じだから、あ、なるほどね、あ、掴んでんの、そう、かかとは浮いてて、ここで掴んでるから地面、ここだけで、なるほどね、そう、こういう感じだから俺、アドレス、かかと浮いてて、そう、それぐらいこう、そっか、フォアフットなんだ、何ですか走り方で、ランニング、そう、フォアフットなんだ、そういう名前がついてるの、そう、フォアフットか、何だっけ、そう、ミッドフットか、ヒールストライクか、どこで設置するかで、へー、速い人はみんなね、みんなって言うとは語弊、つま先、つま先なのね、だからつま先で走りたくなるんだけど、あの怪我するからすぐね、ふくらはぎやっちゃうの、やっちゃう、やりそうだもんね、なんかそれ聞くだけで、そうそうそう、ダメだ、そうなんだ、TX 使ってんのと同じだから、カーボンでそれやっちゃったら余計もう怪我ですよね、なるほどね、
すぐふくらはぎ張りそうだね。やばいよね。聞いただけで。まあ実際はかかとついてんだろうけど。ああああこのああああでもイメージはこうもうこういう感じでしょ。短距離じゃんね。短距離。確かに。へえ。そうまあでもつま先よ。母子球に完全に。だから。ここよね乗ってるところは、うん、そう、ね、そうここに重心乗せといて、うん、そうこの感じかな。足ここで近く立って、うん、こうやって懐確保してると、うん、結局近いんだよねここだから、うん、はい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 。そうでこうなってきたら、うん、やっぱりこうやって詰まるから。そうかそう打つときはそうだもんね。そう打つときは起きちゃうっていうか、そうイメージはこうだからね。ああはいはいはい。こういうこれぐらい、そう前だから絶対に。で前さばきを楽にしてる。こうやってやってたらさばけないからさ、こうやってやってたらこれは無理だからね。これスポーツじゃないもんね絶対。こうやって足はこうやって遠くてこうやってなってるぐらいがやっぱいいよアドレスって。だから距離を確保しないとうまくクラブが抜けませんよってことなの。こうやって欲しいね。欲しいね。そう、あのアドレスのやり方をぜひちょっと練習でやってみてください。なんで取ろうと思ったの？ほぼできてないから。結構直すのじゃあレッスンで。アドレス？うん。アドレスやっぱ直すこと多いね。アドレスは。アドレスが一番多い。そのアドレスができたら、うん、動けるポジションが限られるから、そんなに悪い動きしないんだよね。逆にあれ制限するっていうか。そう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 。だからアドレスを変えてスイング変えさせてるような感じだから。はいはい。絶対そのアドレスからは上がらないよねっていう位置があるから。だからそこに上がってるプラスアドレスが良くなかったら、うん、もうアドレスバッて直しちゃったら8割直るから。あ、そっか。そこに上げらんなくなっちゃうんだ。上げらんなくなる。上げてたとこに。そう。あとは、最近のレッスンで言うと、うん、やっぱヘッドが動いてない。最近？あ、最近のレッスン。最近、ここ、5年ぐらいのレッスンで。ずっとじゃ。だって本当にヘッド動かさないんだもん。わざとっていう。動画見てきてるのに、うん、だからやっぱねこの間の動画と一緒で度合いが伝わってない。そうなんだよね。え、うん、でもアドレス変えたらヘッド動くの？動かせる状態になる。へえ、うん。動かさないけどね。動かさないけどみんなね。あ、うん、動かしやすくなる。動かしやすくなってんの気づいてない、うん、やったらできない。じゃあもしかすると、うん、動かしたいけど動いてない人は、うん、アドレスがちゃんとできてないかもしれないんだ。うん、そう。結局、うん、かかと重心になったら手が出るからね、こうやって。あ、はいはいはい、手からこうやって上がるから、うんうんうん、こうやってなってたら手から上げられないんだよね、うん、ヘッドから上がるんだよね絶対。あ、そうなんだ。そうなんだ。そう。あと、うん、例えばこっからこのボールって打てないじゃん。届かない。打てない。打てない。そう。でもじゃあこっから無理やり打ってっつったら、うん、こうやってやる人いないんだよね。遠いからこうやってやるんだよね。はい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 。ヘッド動かすんだよね。あ、そっか。そう。で、手元動くってことはヘッド動かないんじゃない？うん、で、手元動くってことは引くじゃない？うん、引いて当たるってことは近いんだよね。うん、そう。全部そこ繋がるんだよね。そう。とにかく近いし、ヘッドが動いてない。まあそれはアドレスから始まってる方が多くて、アドレスを遠くしてあげたらヘッドが動き始めたっていう人も多いし、でそれで遠く立つじゃない、遠く立ってこうやってなってこうやって入れたらこうなるからね。おお、届かないから。うんうんうん、遠いからヘッドからねこうやってやるの、こうやって。ああ、そう、ヘッド動かさなかったらそもそも当たんないんだから。本当だ、こうやって。めっちゃ辛いけどね。あ、そうだろ。そう、これかかとギリギリでしょ。うん、そうだね。打てんだ。ちょっと構えて。ん？かかとギリギリにして。
かかとギリギリ？かかとギリギリそこ。うん。はい。で？でそのボールにちょっとヘッド。どう？当たりそう？遠い。めっちゃ遠い。めっちゃ遠い？めっちゃ遠い。そう、それぐらいでもヘッド動いてれば今打てたじゃない？うん。そう。絶対打てる。へぇー。全然当たるけど。当たるね。あ、ちょっとゼロやってみて。ゼロって何？インパクトゼロ。インパクトゼロやんの？うん。俺これ打つんだってもう何ヶ月ぶり？やばいぶりだよ、ね。やばいぶり。あボツになっちゃう、これ。ボツネタになっちゃう。グッバイ！ヒットはするんだね。する。でも、遠いでしょ？遠い。そう。でも、ああ、もうやばい遠いぐらい。うん、これぐらいで構えても、うん、結局、しっかりアドレス重心乗ってて、うん、バチンってこうやって動かしたら、うん、絶対届くの。これ、引いたり何かしたら絶対打てないから。だから一回もうありえないぐらい遠くに立つのよ、こうやって、うん、そうで、これでまたヘッド使って打ってみる。そうすると自分が動かせてるかどうか、あれでチョロが出たら動いてないから、うん、ああヘッドがね、そう、ああいう練習っていうかチェック方法をやってみるといいかもしれないね。そうだね。あ、どのクラブでもアイアンでも、アイアンでも一緒。アイアンでもこれ8番やん。8番やんで、うん、グリップエンドが母子球、うん、これ無理だな一応打てる。あ、打てるわ。そう、まあヘッド動いてれば絶対打てる。そうだね。うん、ああいうチェックをしていただいた方がいいですね。とにかくアドレスの取り方、姿勢、形っていうのがちゃんとできてくると、プラスそれができてきてヘッド動けばボールにヒットする確率は相当上がるので、その意識をしてみてください、練習場で。はい、じゃあ動画以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これそういえばフェアウェイウッド初めて打ったの、人生。あ、そうだそうだ ね。そうだよね。確かに。人生で初めて打ったよね。打つのだって何ヶ月ぶりだからだけど。普通に打たしてよって感じだよね。そうだね。こんな、初めて打ったのがこれだっつって。確かに。はい、また、登録君特訓しますんで。そうだね。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約。あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。